茅ヶ崎市 N 様邸雑草対策ウッドデッキ庭リフォーム増援工事。サビミカゲピンコロで花壇の境界を作り、バラ鉢を置く鉢置き台をバランスよく配置します。そして植え替えたバラを花壇の地中に鉢ごと埋めていきます。花壇以外のスペースは雑草が生えてこないように奥様の憧れだったジェラストーン、オーストラリアンレンガなどでお庭の雰囲気に合わせてデザイン張りします。土のままですと雑草が生えてきますが、このように石張りをして太陽光を遮断すると雑草が生えてこなくなります。今まであった植木を大切に残すために木の位置を整理して移植し小道を作りました。木々の中に小道があると植木の消毒や剪定、掃除などの管理が隅々まで行き届き便利です。地植えの植物も大切に動かしていきます。和風の春日灯籠は捨てずに洋風デザインになじむように植栽を組み合わせて生かします。グリーンパトロール社長の刈谷です。私が親切丁寧にアドバイスいたしますのでお気軽にご連絡ください。フリーダイヤルは0120-041-301です。お電話お待ちしております。